バサウリはスペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。市内は26地区に分かれている。ビルバオ都市圏に含まれる都市の一つで、ネルビオン川とイバイサバル川が形成する低い谷の中、ネルビオン川両岸に広がる。バサウリはビスカヤの重要な河川が合流する地点で、うねりが連続するカーブを作る氾濫源となっている。バサウリはこの2河川の工程によって、オルドゥニャ、 ドゥランゴと道路でつながっている。川のすぐそばで町が誕生し、その後粘土質の丸マシンさんへ広がっていった。バサウリとはバスク語で森の中の人々を意味する。バサが森、ウリが住民である。バサウリは1510年、隣のアリゴアリガから分離して自治体となった。しかし、この時期に2つの自治体の主張が改憲した記録がないため、少なくとも この時期ではないかという見解の年である。バサウリは1858年までゲルニカにあるビスカヤ全体議会に代表を送ったことがなかった。サンミゲルでバサウリで開催される地区議会の方がそれまで重要だったためである。様々な要因がバサウリの20世紀における強力な経済成長に影響を及ぼした。通信のハブとなったことが第一の要因と、 考えられている。オラルゴン、モロ、ミラベリアの各鉱山に近いことも人口の増加に影響した。人口の急増をもたらした最大の要因は1892年に最初の大工場ラバスコニアが置かれたことである。急激に増えた人口は1984年を最後に減少に転じた。これはオイルショック以降1979年から 進行していた問題であった。19世紀までのバサウリは純粋な農業地帯で、トウモロコシ栽培や牧草地での牛や羊飼育が主体であった。またに、産の製粉所もあった。後の大規模投資と工場立地で、第一次産業は徐々に衰退し、現在はほぼ消滅したに等しい。ビルバオに近く、ネルビオン川とイバイサバル川の谷高地と、中間地を結ぶ。 交差路の役割をしており、その結果として工業化が進んだ。ありがとうございます。